はい、ここはですね、ここ2つの舞続けていきますけれども、次の舞はですね、沖縄舞という名前になってございます。この次、この演目紹介にもいろいろ書いてあるかなというのはあるんですけれども、この天津小屋根の御事という神様が一人だけ出てきます。白い面をつけたですね、ダンディーな神様でございますけれども、まあ、皆様方、神棚とかですね飾られてるかと思うんですけれども、神棚の一番ど真ん中に、天照大神というですね、伊勢神社の伊勢神宮の神様であります、天照大神様という神様が、神社界ではボスなんでしょうけども、その神様にもですね、この雨の小屋根の御事っていうのはですね、よく使われるというか、評価されてですね、いろんな神話の中でもいろいろなことをですね預かって、こなしていく神様なんでございますけれども、この沖縄舞というのがですね、この雨の小屋根の御事が、長寿であったということからですね、不良長寿とかですね、延命長寿、長生きのですね象徴ということで、回れている祈祷舞でございます。またですね、比較的おとなしい舞でございましてですね、早知念家との神楽でもですね、舞うことが見ることが結構少ない舞じゃないかなと思うのでですね、皆様方もちょっと珍しいなと思って見ていただければなと思います。またですね、次の、沖縄舞につきましては、成田さんから見るとですね、私ども佐良木神楽と、相弟子になります太田神楽さんの方で回れる舞になりますので、ご覧いただければなと思います。2番幕沖縄舞でございます。
Thank you.
ご清聴ありがとうございます。沖縄でございました。さっそうと幕裏から雨の小屋根の御事が現れては、年老いてなお流星ということを表現いたしまして幕裏へと戻っていかれました。